はい、広田監督です。ですね、森社長からですね、まあ、もう行動力のすごい社長でして、もうね、話をね、僕にいただいて、ソフトバンクの方から通じて私の方にちょっといただいたもんですから、はい、でもその熱い思いにね、少しでも応えられるようにとは思いながら、はい、引き受けたような形です。はい、まあ、楽しみ半分不安半分という形で、はい、お受けしました。はい、そうですね、まあ、僕はいずれちょっと教えたいなと、指導してみたいというのはずっとありましたから、まあまあ、野手の方はね、まだまだ勉強不足ですけど、まあ、ピッチャーの方は今までこういろいろ見てきた中のことを、まあ、いろいろ僕の知ってる限りで少しでもね、選手の役に立てればと思っています。はい、やっぱりですね、まあ、やるからにはね、NPB を目指してやってほしいと思いますから、個人的なものはですね、選手個人はそういうところを目指すぐらい、やってほしいと思います。はい、僕は何ですかね、こういうもう田舎と言ったら失礼ですけど、はい、環境はもう最高で、はい、都会にあるよりはこういうところにあった方がね、やってても選手も周りの雑音もないでしょうし、はい、いいところです。はい、そうですね、本当ね、県民の皆様にね、少しでもね、この今コロナ禍ですけどね、まあ、勇気や元気をね、選手の全力プレーでそういうものを与え、少しでもね、勇気元気をお届けできればと、はい、そう思ってます。細川監督となんか連絡したりしてあれですか？あれですね、一度、はい、電話では話しました。お手柔らかにと。はい、はい、いや、熊本さんの方はね、まあ、地盤があってというか、社会人のチームがの中で、その他の補強みたいな形で、うちはもう本当にゼロからでしたから、まあ、まあまあ、とは言っても引き受けたからにはね、もうそれでも本当に試合ちゃんと形になるような試合をやっていきたいと思いますんで、はい、やっぱりね、もう本当、まだまだっていう感じはしますんで、まあ、本当に、ね、チーム一丸でとにかく全力で当たっていこうというぐらいのことしかまだ言えません。はい、正直、はい、ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。